だから自分が今寿司をやってるけどもこれが満足してるんじゃなくてもっと美味しいものができるんじゃないかってことは常に頭の中入ってますから私は。坐的位置呢是安倍总理当时坐的位置 ，OK。那陈景坐的位置是当时奥巴马坐的位置，但是各位呢坐的位置，每个人可以进来的人都不是，简单的人物。米は米屋さんが一の好みのお米を。毎年その違うとこ豊作凶作があるから決めてはいない。だから どこがいいかはお米屋さんが判断して、うちの好みで分かって、だから5箇所ぐらいあのサンプルを持ってきて、で今年はここでやりましょうって決めるわけで、1年分ストックする。慎重的为大家介绍，在我们面前就是新年这个高龄到十月就满94岁的小野二郎先生，耶、yeah. ！OK， 在旁边的是这个他的长子小野真一先生，耶、yeah.早上5点，好，4点半刚过，这出差也真的蛮早的。今天搭那个台湾虎航，这6:50这一班算是最早的了。对，目前东京是第一班最早的航班。对，这是流星运务员，不过你们也很辛苦。你们这个 counter 最早是几点？我们 counter 最早是在3:30就开始报道。因为可能有一些外籍的朋友，或者是中南部来桃园搭机的朋友，他们就比较早来等，就对。是的，他们可能前一天晚上就会来机场，先可能睡在机场，或是在附近的饭店先住，然后一大早就可能搭计程车，或者是直接就来柜台报到这样子。其实现在做联航算是一个蛮普遍现象，我看今天这班有满吧。刚到机场会觉得吓一跳，真的很多。我们台湾虎航的航班平均载客率约在80%左右，飞往东京羽田，飞往东京成田机场。那我们其他的日本航点，则有旭川、函馆、仙台、花卷。谈到日本，在台湾人心中的吸引力可以说是数一数二。根据观光局最新的统计资料，到了2018年的时候，台湾人到日本观光的每年人次已经冲上了482万人次，等于平均呢，在台湾人每6个人当中就有1个人一年会来日本一次，可见它的磁吸力有多大。在东京奥运倒数计时的这一年，不管你是在银座或者涩谷街头，都可以听到各国的语言。你看到观光客呢，或者是自由行，或者是跟团来游览车，一团一团的带到每一个店里面去观光和血拼。来日本有各种各样的玩法，但很多人都不会忘记到日本之后希望尝一尝最道地的日本美食之一——寿司。今天的开板人物95岁，享誉全球很多人都尊敬的寿司之神小野二郎，他的店就在银座这个不起眼的地铁入口，往下走下去，从地铁站往 B1 一路走过来，走到地下一层，这个
就是他的店。寿司之神在工作岗位上奉献了足足超过半世纪，就在银座这一个看起来不起眼的地下室里面，在这里面总共聚集了五颗米其林的星星。您看到这个 Birdland 的双鸟店，还有再往那边过去一点，看到的是野田盐的鳗鱼饭，他们都夺得了米其林的一星。不过如果我们就星星数来说，这两家店是无法跟小野二郎相提并论，因为寿司之神连续12年获得了米其林三星，就他来说，的确活出了一身玄命的真谛。今天台湾的十位食客即将进寿司之神的板前朝圣，客人入门前的独家画面透露着安宁就绪的慎重。那今天好像还不错了，就是很干燥，所以他咳嗽得非常厉害。あそこ行ってます。绝对整齐的板前，桌椅快单样样就列对齐了，宛如开演前的完美舞台。可以了吗？对，坐上去。哎，坐深一点哈。好的，那在次郎爷爷准备之前，再跟大家复习一下。我们现在把筷子从筷袋里面拿出来好吗 ？OK， 筷袋里面。那现在我们看到的筷子是两头都是尖的。事实上，这个是在江户时代，这个筷子叫做千利休，所以是叫利休筷。OK， 两头尖，一头是人用的，另外一端是神用的，是这样的意思。再来，为什么这个筷子要横着放 ？OK， 在这个筷子的前方，这个领域是神的领域，在这个筷子的这一端靠自己的是人的领域，所以在日本人的观念里面，把这个界限打开，这个筷子算是一个界限的概念，把界限打开去享用上天给我们的美好的食物，不管是次郎，不管是妈妈做的菜，是这样的概念。形同透明白玉的第一罐，刀锋的亮光和蝶鱼肉的光泽交织出明亮的协奏，寿司之神的第一乐章就这样响起。Thank you. 二郎爷爷的手流畅有力的捏握，
分秒不顿递给60岁的大儿子真一，飞快刷上调料，顺势递放板前的七盘。食客伸手在醋饭微温的时候送进舌尖，味蕾才能形容这一刻。みんな choking就是。choking就是。次郎爷爷问说谁紧张？这个鱼是大概是竹夹鱼的3-4倍的价钱。蝶鱼寿司映出黑色棋盘的倒影，向海上扁舟，换上刺身登场，又宛如红宝石摆盘，同样倒影映衬。寿司之神团队献给客人的每一罐都讲求第一眼视觉欢愉。在江户时代呢，尾鱼捕上岸之后呢，因为没有冰箱，所以呢，中腹跟大腹会氧化掉，马上这个部位全部把它丢掉了，只有这个刺身的部分呢，很大一块，把它放在木质的酱油桶里面。那这个刺身的这个酸味啊，酸度跟酱油非常的吻合，所以呢，现在我们常常会有吃到铁火冻，有没有？其实都是从这里，转变过来的。每一罐醋饭上的鱼肉，寿司之神讲究的是要像扇面一样优雅撑开。就这个小鸡放下来之后，你们看一下，它是不是捏斜斜的？对。为什么？他说他希望像捏起来像这个女孩子坐下来的时候脚这样侧着的感觉。哇！所以是非常的 sexy。好吃，这好好吃，好好吃，好好吃哦，美味しい，美味しいですか？小野二郎的板前不可以拿起手机拍照，不可以喧哗喋喋不休。食客们虽然没有规定盛装，却往往穿着整齐。板前是94岁的次郎爷爷，人人自然就像和长辈见面，尽力表达一份敬重。更何况，次郎爷爷影响日本寿司革新，带来许多翻转性的革命。30年前都是早上烫虾，到了晚上都是放在冰箱里面了。他放在那个冰柜里面，然后晚上吃就冰冰凉凉。后来呢，次郎发现呢，这个虾膏到了晚上就有点腥味了，所以大概30年前，他开始现烫这个虾。现在我们看到全银座 ，OK， 甚至全日本，大家现烫虾都是跟随着这个次郎的脚步。次郎的虾他选的几乎是15公分长的，哇，所以要切两段。どうぞ、エビ、どうぞ。はい。エビです。大分、今、大分県で。大分とそれから山口。じゃじゃ、熊本。徳島。徳島。徳島今いいんで。いや、これ大分。これ色の濃いのはね、多分これは徳島。色の濃いのは徳島。ただね、もう大きさもうめちゃくちゃなの。はい。每一天大概像这样的虾，你会选几只？お客さんの予約の数プラス5本ぐらい。那我会三本から五本。予約だけしかやってないから。你很小的时候，几岁的时候就跟你爸爸出来选鱼货？你曾经觉得跟他出来选鱼货有没有最痛苦的时候？很想溜掉跑去玩。逃げたくはないけど、辛いのは朝早いとか寒い時とかね、辛いよな。朝早いからもうちょっと寝ていたいなとかさ、たまにはあるよ。あとはこう冷たいからさ、この池もはそんな冷たい。さっきの氷水、真冬でも氷水に手つけなきゃいけない。あれは冷たいから厳しいよね。あのね、握りの最初の頃は一番しつこい。脂の強いマグロから出てたの。トロからね。だからそれやったらね、後のものがうまくなくなってくるわけでしょう。白身だとかイカだとかってそういうさらっとしたものが先に大トロ食べてしまうと、で大体日本料理がそういうものなんですよ。さらっとしたものから出してってだんだんしつこいものになっていく。だからその方がいいだろうと思ってだんだん変えて。それが俺来たのこっち来たの26年か。昭和26年だから自分で独立したの30年ぐらいだから、昭和私が東京に出てきて昭和29年ぐらいまでみんなそれでやってたの昔の
寿司屋は。それをだんだん変えていったのが、まあ、山本さんなんかに言わせたら俺からだと言うんだけど、それが自分でやってたんだから、よそでやってたかどうかってことはちょっと私には分からない。だから今寿司屋、どこの寿司屋行ってもマグロから出す店っていうのはほとんどないわけです。ほとんど白身かイカみたいなものから出す、これはさらっとしたものから出してだんだんしつこいものになったく。だけど私が東京来た頃は全部マグロからになっていた。吃次郎爷爷的第十八罐寿司，味觉惊喜是极端对比的张力。看来老人家讨厌沉闷，温热的班杰家寿司才刚入口，下一个是冰冰的竹夹鱼。有人形容这个竹夹鱼的那个冰凉感的感官，像是把脚放到那个春天的小溪的溪水里面的感觉。板前的食客也是粉丝，台湾来的陈景说，这是十年心愿达成。我们一开始是看电影《寿司之神》的电影，然后看到以后非常的惊讶，然后觉得说如果此生能够来一趟吃到次郎爷爷的寿司，那个是等于说梦想成真了。我有那个感觉，就是你一开始是不是有一点，我觉得你有点好像随时如果别人再戳你一下，你会哭出来的感觉，掉眼泪，掉眼泪。就是看次郎在捏的时候都有一种很感动，然后很想掉眼泪的感觉。第二乐章的最后一道这个寿司叫做醋竹夹，为什么会有这个醋竹夹产生？这个大概是两年前，次郎爷爷发现呢，鱼市场的鱼呢都产生了变化，很多以前可以做寿司的鱼都没有了，就应该不说没有，就量变得很少了。所以呢，次郎爷爷把这一个六七十年的一个老寿司，把它大家都没有再做了，把它重新的拿出来做复刻版。所以醋竹夹现在据我了解，全日本只有在这里可以吃得到。那这个的腌制的方式呢，也是类似像这个小鸡一样，先用盐去腌，再把盐洗掉，再用醋去腌。次郎爷爷常常告诉我说，只要吃到喜欢小鸡或醋竹夹的时候，你能够喜欢这样子腌制的一个寿司的话呢，表示你就真的懂了，也是爱上了江户前的寿司。原因是因为江户前寿司过去这种有腌制的是为主流。跟爸爸一起工作大概有四十年吧。永久年。那很多人大概跟爸爸在一起生活的缘分大概到三十几岁，后面就变得很淡了。你跟爸爸一直走到你六十岁，爸爸九十四岁，你觉得最幸福的事是什么？やっぱり自分では父のことを世界一の寿司職人だと思っているわけです。そうすると毎日一緒にいるということは、とても世界一素晴らしい先生がいつも横にいて、その彼の仕事の考え方、それから行動を自分がいつもそばにいて見れるということは、とてもその恵まれていると思います。所以就没有说什么爸爸的光环啊，或在光环之下的长子，对你来说到六十岁没有这个问题。对次郎爷来讲哦，他认为的江户前寿司最重要的三个寿司，尾鱼的刺身、小鸡，再来一个就是这个新鳗，也是他认为最难捏的一个，因为实在是非常的软，所以他告诉我在你握的时候是不可以用力气的。当新鳗登场，菜单上的第三乐章进入尾声，每一个食客的菜单一一被收起。次郎爷爷按照惯例开始在每一张菜单上签名。那他煮的颜色非常的淡，然后吃起来非常的清甜的感觉。他一定拿起最习惯的毛笔，弟子接过帮忙盖印，看着用毛笔签名的寿司之神，我们才恍然想起，对呀，爷爷在大正年尾尾端出生，一辈子经历大正、昭和、平成，到了令和元年，他说这辈子要看第二次东京奥运。
就在2020，到那时候，板前的小野二郎95岁。食べるペースが最初パクパク食べてると途中でお腹がちょっと膨らんでくるとゆっくりになるんですよ。そうするとおやじさんはそのゆっくりになった人はちょっと小さめに握ったりとかそういう工夫はしてますよね。それはね、初めての人でもうちの種類のものを全部食べてもらいたいから、だから少し遅くなってくるっていうのは自分がこっち溜まってくる、だからだん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 小さくなってくる、だから食べ遅くなればなるほどこっちののが小さくなってきます。我们今天是不是很幸运，因为我看到爷爷在板前停留了好久，我们是很幸运的一个晚上。那今日はあの次郎さん、吉川さん、こう次郎さんをちゃんと握っていただいてとても幸運ですよね。对，是非常幸运的。ありがとうございます。この人怖いからやってる。え、私？この人に怖いから。あ、本当？他说因为我很，次郎很怕我，所以，所以我要，他说要一生玄命来捏手。收起椅子，这一晚8点前谢幕。我们今天的团员，他们刚刚说他们特别紧张，每一个都很紧张。你们会不会感觉得到？就是如果大家都很紧张，有没有影响你们？お客さんが緊張するっていうの、そう感じらっしゃる。うちの方は別にそういうスタイルじゃないんだけれども、お客さんの方は自分で勝手に緊張しちゃうみたいなね。だからこうリラックスしてとか、僕が冗談を言ったりとか。所以我会常常跟大家开玩笑。でしばらくすれば慣れてきて大丈夫。最初はやっぱりお店の名前が先に行っちゃって有名になっちゃってるんで、僕たちはそんな意識をしていないんだけれども、お客さんの方が勝手にこう緊張しちゃう。有很多 master 大师级的，他们其实还是保持着他们的水准，但是他们会不断的扩张他们的这个版图。但是我们今天来到小野先生的店里，感觉他的人生是不断提高他的境界。他60年就是这个店，我想请教从您的角度哦，扩张版图跟提高境界哦，对一个美食神人级的来说，这个是不是其实是有一点冲突的？そうですね。それは別に二郎さんに限らず、全ての飲食業界の中では、一つの仕事を極めていくっていうところと、それからビジネスで手広くやっていくっていうことは、全く相反するとは言わないですけども、かなり両立させるのは難しい問題ですね。で、二郎さん自身も自分の目の届く範囲内でしか仕事はしないというふうにはおっしゃってますので、そういうことではないでしょうか。说我会手拍一下，啊，他们。じゃあ、彼女がこうでしたらスタッフ。スタッフ。テコ。テコ。好。こうしたらスタッフ。可以了哈。可以了。可以。好，安静了哦。不要动哈。はい。まあ、品物。はいはい。其实最喜欢吃的吃了两次。アナゴ2回も食べれて幸せだそうです。明日もあるからね。このアナゴいいの。ただ握りにくいの。この子泣いてる。ご飯を吟味する。お米を吟味する。で、お寿司はご飯を食べる食事なんだ。あ、是饭料理。下にあるご飯は全部同じご飯だ。だからご飯が主役なんです。だからご飯が美味しくないとダメ。魚に負けないようにある程度こうインパクトが強いお酢じゃないと、旨味が出てこない。再来、お刺身でご飯の時、冷たいご飯で食べても美味しくないでしょ。他说今天暑いと握れないからこう体温ぐらいにしてある。体温と同じぐらいの下の上に乗っけた時に違和感違わないで美味しく感じるわけ。それには酢をやっぱこのぐらい強くしないと美味しさが出てこない。熱いうちにかける。お釜からご飯をこう出して酢をかけてこう混ぜるっていうスタイルで、
ご飯の場合は切るように混ぜる。それと天ぷらの場合は溶くように混ぜる粉をね。なぜ切るようにっていうと、切るように混ぜないと粘りが出ちゃうんで、そうすると握った時にひねるとふわっとほぐれないんですよ。もう切れてちょっと待ってできるから見ればわかる。我请问他说，ダマがないように。他说没有结成。ダマができちゃうと、そこがこあのお酢のコーティングができてないから。ダマができない。没有这样散开就可以。そしたら今度は風を入れる。これはつ艶を出すため。よくあの仰ぎながらこう切るところはそれはダメ。粘りが出ちゃう。切り終わってから仰ぐ。それがポイント。扇風機より手の方がいい。扇風機はちょっと強すぎちゃう。それでこのお筒に取って蓋をしてしばらくこう蒸らすように下肌になるぐらいにこうで少し蒸らすのは表面にまだしかお酢がかかってないですけど蒸らすことによって中までじんわりじんわりと酢が入っていく米の中に入っていくからそれで蒸らす。所以你有不同的发展方向嘛？因为我看到这些，是不是，是不是我们四郎的寿司有不同的发展方向？最初はそのお酢を考えて、今市販されているお酢よりももっと美味しいお酢がないかなと。で調べたらやっぱないんです。それでこれは。名前出していいか分かんないけどキューピーマヨネーズのキューピーさんの方でその彼女が紹介してくれたんでそこでお願いしたらその作ってくれるということになって研究所と3年最初に試作して3年今もう5年以上経ってるんですけどでこれバージョン4ぐらいなんですけどね。で、もっと寿司を美味しくするためには今お米も吟味している海苔も吟味しているということでじゃあお酢も、吟味するにはどうしたらいいか売ってないんでじゃあ自分とこで自分の好みを作った方がいいんじゃないかということで始めた。全部都有就是没有这个だから魚はね申し訳ないんだけどね魚は自分で買ってねっていう魚まではねちょっと今のところは売れないんですよね。でうちと同じ魚っていうのはとても少ないんで食材不足でね少ないんでこのお店に来るお客さんしか出せないんですよね。他へこう供給するほどその今お店で使ってるようなものはないんですよ。だからとりあえずご飯をでそのご飯が昨日も一番大切っていうふうにお話ししましたのでご飯を食べていただければその多少魚が悪くてもうちに近い味のイメージで食べれると思ってこういうご飯とかお酢とかを作ったわけです。寿司之神米其林三星连夺12年这是全世界的三星中唯一没有厕所的餐厅。朴实的厨房工具一样毫不华丽厨房里的徒弟们有种背靠背各自努力的感觉。波心鳗、拌醋饭、烤玉子烧、腌小鲫，个个按部就班，有条不紊。从小因为家贫，不到小学二年级就被送去寿司店习艺。二郎如今94岁，每天搭地铁，计程车绝对赚不到他的钱。爷爷，你一辈子都站着工作，一直站着工作，你怎么样保持自己的体力，然后还愿意这样子站在第一线。気力ってね、私はこの仕事がすごく好きだから、だからやめるっていうか終わるっていうことがないんですよ。店に出てくれば仕事したくなる。爷爷，我可不可以问，所以你在店里面，你站着第一线工作的时候是最有精神，搞不好工作结束还比较容易觉得累，跟我们一般人相反。所以爷爷，你听。我们这些30岁、40岁、50岁的人，动不动就说我想退休了，你会觉得我们到底在讲什么话呀？对，だって今も94だってこうやってやってられるでしょ。一日経ってられるでしょ。それ仕事が好きだから、だからそれだけに体力は自分でいろんなことやって体力をも保つように。爷爷，听说你的手指非常灵活。
器用なほらこうこうこういうのやったりとか、普通こんなのやるのは普通ですけど、みんなが不器用でできない。じゃあちょっとやってみよう。これでもこうやってやって、こっからこういうふうにこっちを回るこういう。お、魔術は。マジックですか？マジックですか？こうやるでしょ。とこれをこっちへこうで。你会吗？できますか？不会。不好。ね、指は。みんなこうやってできないって言ったら。じゃあ、你会吗？这个，啊，我以为我会。これを動かさなきゃな、これを。因为 O 型吧。你的开关到底在哪里？让我们看一下。Switch はどこですか？こんなに器用で Switch はどこですかって。是这双灵巧绵柔的手捏出了销魂寿司。二郎的隐藏版美味是瓢瓜寿司。大概这样的左右的。でもまだ食べてない。但今天还不到标准。直接使うところ肝心になってないか。アワビの方は今年は水温が低いんですよ。だからちょっとちゃんと実って食ってないから、有的时候他会不会妥协，就是没有办法挑到他最满意。もうちょっと暖かくなるとこれがもう太ってきて美味しくなってる。今やったら美味しくない。アワビも夏のものだ。危ないぞ危ないぞ危ないぞ。有点これを。请问像这个小小气撒盐，这个寿司，那有没有一些是像他们家族创的这个手法？他の店のは知らないから、うちのしか知らないからわからないけれども。各お店お店で作り方が違うんで、その他のお店のことは分からないけれども、うちの場合はこのぐらい塩をたっぷり振らないとダメ。小肌っていうのはもともと生臭い魚なんですよ。だからしっかりこうやって塩と、あとこの後お酢でしっかり締めないと生臭みが残っちゃうから、みんな光り物嫌い、小肌嫌いっていう人は生臭いのを食べちゃうと嫌いになっちゃう。こうやってしっかり締めると生臭みが消えて美味しさが出てくるんで、うちはそういうふうに作ってる。ここのお店は昨日食べた小肌、酢に締めたね。それからさより、これきれい。それからシャコ食べたでしょ。それからあとハマグリ、ハマグリ殻付きでもいいよ。やっぱね、大きい大きい、こういうのは大きくて重いやつがいい。中身が重いやつが、肉が厚くて味が濃い。だこれとこれと比べると、こっちの方が重い。重量真的有不一样。这个比较重。嗯。こっちの方がいい。嗯。こっちもそう。嗯。この形が。形が違う。这个是水蒸。哦。比较偏哦，昨天有。だからこれ、これとこれだとこっちの方がいい。好，你看这个就比较，观众朋友，你可以看他比给我们看。这个鱼身就比较厚比较宽，这个呢就比较细一点，所以曾毅先生选鱼他是用很多经验一尾一尾的比较选出来的。那ベタ、悪いものない。特にいいもので、形こう見た目の形のいいもの、それからこう太ってるもの、しっかりしてるもの。然后还有拿起来是硬硬的，比较软的。で、あとはこのエラが、还有再来鳃、きれいなもの。鳃是漂亮的。但是这边都是漂亮的。こっちの、これっちの方が鮮度が、こんな感じかな。こういうやつの方が硬くてしっかりして肉が厚い。厚いやつは脂が乗ってる。その方が美味しい。我们吃的那个昨天竹甲鱼那个寿司，大概它这一条鱼可以几罐？2個。一条鱼只能住两罐。ここと部分しかで、昨日は使わないから。ここ一つ、ここ一つ。这样两片。この下は使わない。其他全部下面都不用。像这个竹甲鱼这么新鲜，我们每一天来这边吃的人，他是吃到当天选的喽。そうそうそう。え、そう。うちとは毎日仕入れる。1日分しか仕入れない。でマグロは1回入れると何日分あるから、
で毎日はないし、あと他のものはみんな毎日入れる。所以，从你父亲那时候在驻地心脏病发到现在，等于是你自己出来选鱼已经25年了，四分之一世纪了。そう。え、だって倒れる前から親父と毎日一緒に来たからもう35年ぐらいはもう毎日40年ぐらいか。对，毎日。所以竹夹鱼这个是这个季节的喽。就是在夏天吃竹夹鱼。嗯，今はね。で今はあの温暖化で暖かくなったんでアジオールシーズン使えるようになった。昔冬はアジはあんまり良くなかったんだけど、今温暖化で昔みたいに春夏秋冬がなくなって夏冬だけになった。こういう色大概这样的左右的。でもまだ食べてないよ。但今天还不到标准。うちで使うところの解禁になってねえもんな。そう、水温が低い今年は。本当アワビの方は今年は水温が低いんですって。だからちょっとあのちゃんと実って食ってないんだね。こういうやつよりこっちの色の方がいい。前面这个。オスとメスじゃないんだよ。对我们来说，这个是比较稀有、比较少见的哈。所以说，这个是不是也是它的产量是非常的少？也就是有的时候它会不会妥协，就是没有办法挑到它最满意的。妥協はしない。まだまだ使える。もうちょっと暖かくなるとこれがもう太ってきて美味しくなってる。今やったら美味しくない。アワビも夏のものだから。看到都是活。温暖化でいいはずなんだけど、温暖化で海藻が枯れちゃってんだ。あの水温が高すぎちゃってで餌が少なくなってるって、こういうあの育たなくなる。だから台湾とか沖縄のあたりであのサンゴが枯れてきちゃってるでしょ。後台湾跟でこの辺だと海藻が枯れてきちゃう。二郎先生在我们心中，他是一个在大正的尾巴，大正是结束在1926，他1925年出生，历经了大正、昭和、平成，今年是令和的元年，所以他似乎代表了一个时代的精神，从江户前寿司反映出来的那个时代的滋味，这是什么样的一个时代精神？あのまあ一言では言えないんですけども、多分僕はその大正時代とか、まあその昭和の初期の頃とか、二郎さんが握ってらっしゃった最初の頃に握ってらっしゃったお寿司は食べてません。ただいろんなお話を聞くことによって、二郎さんっていうのはその自分のスタイルを守りつつも仕事のやり方っていうのはどんどん変えているんですよね。その時代時代に合わせて、あるいはお魚自体の味もずっとこう80年くらい味がこう変化してますね、質もね。でその魚に合わせてどういう仕事を施したら一番美味しく自分の理想を求める寿司ができるのだろうかというのを常に考えてらっしゃって、それを実践していらっしゃる先駆者だと思うんですね。今でも先駆者だと思う。だから皆さんそこまで深い読みはなくても美味しいというふうに思うんでしょうか。食べ方を見てこっちがだんだんこう変えていったみたいな。男女でこう来た場合は男の人と女の人の握りの大きさはちょっと違ってきます。它会依照每个人的不同，比如说像我们吃那个虾子，像我自己在夹的时候稍微夹不太起来，但是我发现它立即在下两个客人的那个寿司上，它会特别的用力，把饭压实压紧。我想请问，昨天我们在板前里面男女客人分布的很平均。他们有哪些细微的差别？在你这么长的经验里面，你常常会注意到的。それはあのおなじみさんならそれできますけども、最初の方ってのはわからないでしょ。だから食べ方を見てこっちがだんだんこう変えていったみたいな、そういうことはしますけども、だけどおなじみさんだったらもういつものコースでずっと行けるんですよ。だけど初めての方っていうのは誰何が嫌いで何が好きっていうのはわからないわけです。だから聞きがつら逃げたりコースですから、このまんま行きますよっていうのはあの今あれお品書きね、お品書きに出てるあの順番でこう行くようにしてるんですけども、だから特別このお客さんだからこうやろうじゃなくて、男女でこう来た場合は男の人と女の人の握りの大きさはちょっと違ってきます。他会依照每个人的不同，比如说像对，比如说像我们吃那个虾子，虾子其实像我自己在夹的时候稍微夹不太起来，但是我发现他立即在下两个客人的那个寿司上，他会特别的用力，
把饭压实压紧，就是避免说像我刚刚有点在夹虾头说饭有可能会掉下来的感觉。他其实就是有眼睛有瞄到，就是立即做反应，或许今天的力道可能压得没有这么实，他就立刻做了调整。因为他就是观察非常细微，然后他是贴近每个人的使用习惯，比如说他在放式寿司的时候，我们不用筷子，那个角度他就会记得，可能要摆放的让我是下一个的时候是非常的容易就夹起来。那你可不可以一次告诉我们台湾的观众朋友，想用这个江户前寿司啊，坐在板前一个正确的方式？でもこれは自然が一番いいんだけどね。あのカウンターの食事っていうのは出たらすぐ食べてほしい食事なのでカウンターなんです。作り手とお客さんがこう向かい合わせになってる。だいたい海外の食事とか日本のまあ稼ぎなんかもそうです。テーブルの食事がほとんどなんですよね。で専門食っていう食事、お蕎麦、天ぷら、お寿司っていうそれだけで商売してるところはだいたいカウンターが多いんです。それは作り終えたらすぐ食べてほしいからカウンターなんです。だからお客様もこう握ったり天ぷらでも出たらなるべく早く食べてほしいという。Okay. 所以昨天我们坐在那边，第一次觉得到餐厅五感都打开，听觉都打开。海外だとどうしてもテーブルの食事なんで、会話も食事のうちなんですね。文化として、食文化としてですね。だけどこういうカウンターの食事っていうのはまず食べちゃって、食べ終わってから話する分にはいいんですけど、あまり会話が弾んじゃって食べるのがおろそかになると。こう何のためにカウンターで食事してるか分からなくなる。あとは手袋。你们有没有注意看次郎爷爷的手？其实都没有什么斑哦，94岁了。原因是因为他在40岁的时候，他想说他捏寿司捏到75岁就退休。これで出てこいの？失礼いたします。行ってきます。出るよ出るよ。所以他从40岁开始的时候呢，就只要是不管春夏秋冬，只要离开店或者平常外出365天，他都会戴着皮手套。先生被称为寿司之神，他的地位已经远远超过一般的日本达人。您是全国知名的这个美食专家，我想请问寿司之神二郎先生，他人格的独特特质有哪些？まあ一つ挙げるとすると、改革者ということじゃないでしょうかね。常に、まあ日々の仕事は常にこう点検しつつも。決して現状に満足せず、常に明日に向かって明日のことだけを考えて理想を追い求める。そこにいろんな改革をずっと今までしてきたということで、その改革するには本人もおっしゃってますけど限界がない。はい。今でもいろんなことを考えていらっしゃる。はい。
こっから上、この上がここの部分が赤身。でこの辺が中トロ。この下。この辺が中トロで、この辺が大トロ。この釜下っていう部分はその3つが取れる場所。であれだと大トロは取れないから背の方だと。一番難しい仕事だから、あの全部できて最後の仕事、あの何、職人になるための最後の仕事。こう糊は薄いんで、火力がすごく強いんです。手出すとすぐ分かると思うんですけど、すぐ焦げちゃうんですよ。焦げちゃうと糊の美味しさが苦くなっちゃって、あの美味しくなくなっちゃうんで、焦げないように丁寧に焼くのがコツなんで難しい。やっぱり自分の中で夢を持って、まあ、夢や希望を持って取り組むということですね。そこさえぶれなければ続けられると思うので。不要请人学这个，光是学蒸蛋，不是问煎的，应该说烤，对，应该说烤，烤这个蛋要学多久？寿司之神在银座的店54年，银座站 C6 出口，很有种隐身的味道。寿司之神小野二郎的店板前就只10个座位，中午有的时候一轮，晚上2轮，周六晚周日不营业。菜单18贯，分为独特的3个乐章。这是店里全员大合影，数来数去就只有7个人。次郎爷爷领着60岁的大儿子真一，领着5个弟子，从小小的厨房到窄窄的店里，每天练功。所以就从拧毛巾学起。昨天那个毛巾我拿到是这样子，那个也是同样的道理，对不对？同じことですね。はい。おしぼり熱いのは手で食べる人、最後終わった後にどうしても魚の匂いが手についちゃうんで、それを熱いので拭くと匂いが消えるんで熱くしてある。で、あの熱いおしぼりを手で絞るっていうことをやらせるのは、いかに、お魚は手で持っているとすぐ傷んでしまうのが早いので、なるべく早くやるためにはどうしたらいいかっていうことを考えさせるために、熱いおしぼりをどうやったら早くきれいに絞れるかっていうこととつながって考えさせて、お魚触らせるよりもあのおしぼりで練習させるわけです。功夫精华送上舌尖滑入喉道，就那么几秒。但是小野二郎享誉全球的地位不止在神级的寿司里，看他的弟子不分先来后到，台前幕后忙碌的身影里，不管再繁琐的动作，全员一丝不苟。每一个人希望复刻的是创办人次郎爷爷做每一个细节宁为玉碎不为瓦全的态度。お店を持つということは、お金さえあればどこでも持てるわけです。でもお店を維持するということを考えなければなりません。それにはお寿司の技術のほかに、一軒のお店の社長になるわけですから、そうすると、製造、販売、営業、経理、人事っていうことを全部一人で考えてやらなければならないわけです。だから今のことをお寿司の技術以外に、そういうことを踏まえて独立するためにどうしたらいいかっていうことを教えています。だから間違ったことをやった時には、叱って教育します。怒るんではなくて叱るわけですね。怒ると叱るは違うんだ。 okay, okay. 叱るっていうことは教育とつながる、教えるということとつながるわけですね。でそうしないと、その子のやり方だとお店が
例えばその子のやり方でお店を持ったら必ず潰れると思うから、そこは叱ってその子の考え方を変えさせるようにします。今うちから卒業して自分のお店を持って、うちの父が OK 出して独立したいよっていうふうに言ってきた子、ちゃんと修行してね、そういう子は独立した後今お客さんに全然困ってないし、ミシュランの星もみんな一つ二つみんなもらってる、全員がもらってますね。だからお客さんに困ってることはないし、お店はいつもいっぱいで混んで大繁盛してますね。だから今のところ私の若い子の教育っていうのは間違っていないと思います。寿司之神已然一生悬命，而现在的组合里就算最大的弟子冈崎亮也才在神级的厨房熬了十年，他在镜头前简单交代十年坚持的动力。やっぱり自分の中で夢を持って、まあ、夢や希望を持って取り組むということですね。そこさえぶれなければ続けられると思うので。如果试图只从银座这间树吉屋桥次郎店了解成就，十二年米其林三星的功臣恐怕不够。25年前，寿司之神在竹地昏倒，从此儿子真一开始一人单挑，扛起鱼市寻宝的责任。所谓的全员成就，当然包括供应顶级鱼货，各个和寿司之神合作动辄达20、30多年的鱼市达人。也是日本东京的丰洲市场，取代了过去大家熟悉的竹地。每一天，日本各地新鲜的鱼货都会来这里报道。如果你是朝九晚五的上班族，进到清晨的丰洲鱼市，一定会顿时失去时间感，因为我们来的时间呢是台北，3点钟不到4点。那么所以呢，一进来的时候，会很意外。你在新闻看过很多次，但是如果你亲临现场的时候，会觉得只有"人声鼎沸"四个字可以形容。感觉上，就是一个车水马龙的高峰。在这里，你可以看到它分成冷冻的鱼货，还有这个新鲜的鱼货。根据我们前一天采访的了解，其实小野二郎先生还有他的大儿子真一，他们绝对只买新鲜的鱼货，所以是属于在这一区你看到的范围。为了成就完美的寿司，取得顶级的鱼货是绝对的必须。在鱼市场一直流行的一个说法，就是当天如果只有3斤的顶级虾，绝对是留给小野先生。那当然更不要说跟他合作超过了20年的顶级黑尾鱼商，跟他一直保持着非常牢固而且深厚的友谊。在丰洲鱼市提起黑尾，绝对不能不知道藤田浩义，被称为黑尾天才的世家职人。清晨6点半刚过，藤田店里所有人大概已经起床3、4个小时。这一天，他说为了看板人物，这只100公斤多的温体黑尾，就要让藤田家职人展现庖丁解牛的神技。当长刀在鱼背上滑行，好像银色快艇在漆黑的海面上行船。藤田家职人的专业手势是岁月累积经验的完美平衡。看不透的力量支点，这个是刺身冲刺的大腿，流畅的动作，
好几公斤重的厚重长刀行云流水，举重若轻的划过剖开的鱼身，充满红宝石光泽的尾鱼肉薄片就这样无声的轻巧从刀锋滑落。感觉好像跟那个练剑术、剑道差不多，对。まあ力はそうでもないんだけどね。あの皮切るときはちょっと力使うけど、30年以上かな。切ることに関しては、そうだな。切ることは誰でもできるんだけど、綺麗に切れる切れない。藤田工作台前最引人瞩目的就是爸爸的遗照，这个位置可以注视着丰州新余市整个藤田店，当然包括儿子每天辛勤的身影。寿司之神店里令人销魂的刺身、中腹、大腹都从藤田家来，闪闪发亮的钢刀是大清早鱼店里最亮的一道光。看陈田的手轻轻按两下，触摸的有如两代相传的岁月年轮，滑嫩的尾鱼肉在他的刀下微微颤动，像是充盈的果冻。ここがこっから上、この上がここの部分が赤身。でこの辺が中トロ。从这边开始往下。この辺が中トロで。この辺が大トロ。このカマサっていう部分はその3つが取れる場所で、あれだと大トロは取れないから背の方だと。かかるっつったらもうずっと まだいまだにこう吸収するものがあるから、あ、同じことやってもやっぱ感性も違うし絶対同じようにならないので、それを近づけてくる、それをなるべく俺が俺と同じように近づけていく作業だね。なかなか一緒にはならない。さ、話戻るよ。はい。こうマグロを見るときにこの電池を使って。他说我在选尾鱼的时候，每天早上你们今天有看尾鱼拍卖了？他会看，他会拿着这个手电筒去看每一条的尾鱼，然后抓一下这个。こうやって見るんだけど。でまだ毎日その、その何年も何年もじあの。まだまだ勉強だっていうのは、この感覚がこうどんどん積み重なってるわけで、頭のデータが増えてくる。でそれと、その持った瞬間にもうバーってデータが中に、ああのマグロと一致するなっていう。だからデータっていうのは このイメージが出てくる。この切断面のイメージが。这是藤田浩义选的黑尾，这是藤田浩义亲手选中的黑尾，切开令人惊艳的尾鱼肉。藤田浩义在日本 NHK 的报道中被封为黑尾天才，寿司之神的刺身、中腹、大腹寿司全部来自藤田家。2018年尾，从竹地搬到丰州新鱼市场。对于每一个世代鱼商来说，都是重大又繁复的决定。在他的 IG 里，特别放上了寒冬里竹地搬迁前夕，去年93岁的次郎爷爷带着59岁的大儿子真一，亲自到店里向藤田浩义致意。藤田的 IG 文里也充满感情地写着：“不管什么时候，都守护着。”竹地尾鱼藤田的王父所写下的看板里含有许许多多的回忆，我会带着这些回忆一起从竹地去丰州。两代情
在藤田家族父传子的生命，也在小野和藤田家族秦千两代的深深缘分。去年10月27日，寿司之神生日这天，藤田 Sado 一身帅劲，脱下了鱼市场的工作服，穿上了笔挺的西装，专程到二郎爷爷的店里祝寿。藤田浩一 IG 上有着一张又一张发出饱满光泽、令人垂涎欲滴的尾鱼切块美照。黑尾鱼天才在 IG 上对自己神准选定的尾鱼也忍不住说，今天的大尖尾鱼故意拍4:3的照片，脂肪分布得很细致吗？才不是，根本没有缝隙。藤田的爸爸生前开的并不是现在这么敞亮专业的尾鱼店，做杂鱼供应的父亲在竹地市场一直到儿子藤田浩一勤学，才终于让藤田这块招牌和顶级尾鱼形同了同义字。在藤田的冰藏柜里，并非天天有这样鲜红光润的尾鱼切块，若是没有选到合意的食材，藤田宁愿当天不卖。丰州鱼市场里的藤田店，所有料理台面钢架干干净净，永远擦得发亮。或许正像他那颗纯然发亮的心，一生为了寻找顶级黑尾鱼圆的专业奋进不懈，别无旁骛，才能够一起成就二郎爷爷神级的尾鱼寿司。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。はい。今日はどうでしょうか。塩釜の巻き揚げなんですけど。はい。柔らかさ、もう少し油を。そうですね。ちょっと油が薄い感じですね。でも焼けなくてよかったですね。そうですね。はい。これが、これマグロの中に入ってます。はい。酸味が結構ありますね。そうですね。うん、この時期の、うん、味は味は味は濃いです。味は濃いや、うん。ちょっと酸っぱい血の味がして酸っぱい感じでしょ。で大体これはどれぐらい置けば寿司、まあ、寿司食べ頃になる。こんなに大きくないから3日から4日。お肉なんかでもさ、あの例えば牛なんかまだ解体したばっかりだと赤くて硬くて美味しくないじゃないですか。ちょっと色が変わるぐらいの方が美味しくなるじゃないですか。それとマグロは同じなんですか。ブロックを買って書いて、そして柵で切って、はい、でいわゆる何キロのマグロは3日間とかそういうふうに計算はできないですよね。そうですね。いわゆるもう経験しか。そう、経験と勘ですね。マグロはマグロのプロフェッショナル、マグロ専門のプロフェッショナル。僕はその他のものを入れてお寿司のプロフェッショナル。だから彼が いないとうちのお寿司のマグロは困ってしまう。そのぐらいとても大切な。やっぱりお寿司の王様というとマグロですから、いいマグロが手に入らないとうちの方も困ってしまう。で同じ2代目同士だけど、別に2代目同士だからってそんな気にしたこともないよね。これあんま考えるのもないですね。統計って言ってしまうと、それいろんな部分がありすぎるんだけど、その一番はそのまあ嬉しい部分。他说，比如说尊敬或互相。やっぱ味覚って人それぞれのもので、みんな微妙に違うはずなんだけど、美味しいです。このうちから持ってきて入って。什么是最高兴的？就是，まず人間的に素晴らしいこと。首先我对这个他的マグロの見極めなんかも素晴らしい。敬佩的。食事なんか行ってもやっぱり味の好み、マグロだけじゃなくて他の料理の味の好みもやっぱり一緒なわけ。だから自分が考えてるイメージと同じように考えてくれてるんで、とても仕事がやりやすい。他的大夫处理的非常好，就是他下面的醋饭，它的温度还有它的酸度都有经过调整，所以在那个层次感的部分，我觉得他做的相当的好。こういう小柱、大きいのは少なくてやっぱり高い高級な。小さいのはあるんだけど大きいのはこれ。就是小的话很多。一つ200円は。这一个200元以上。一个。一个日币两百块，
200块。是一盒还是？不是一个。一个で2ドルぐらいだ。米ドルで2ドルぐらい。一个美金两块。一つ。所以大概这一口，大概一缸は大体何千円何個入れる？五六個。五六個。哦。所以大概まあ12ドル吧，12美金左右。郑英先生，你来这家选多少年了？もう35年ぐらい。35年。好，观众朋友，你可以看他比给我们看，这个鱼身就比较厚、比较宽，这个呢就比较细一点，所以。曾英先生选鱼，他是用很多经验一尾一尾的比较选出来的。曾英先生，我们知道这个店家都传说都把最好的鱼货，留给最会成就美味的你们家，所以长久以来对你来讲，这也是一种他对你的信任，就是你的责任，对不对？やっぱりこの命を絶ってね、使うわけだから。美味しくいかに美味しくお客さんに喜んでもらうように食べてもらうっていうことを考えながら作る。無駄にしないで。最近这十年，因为气候变化，这个渔获的成本变动有没有非常大？はい、な、とても高くなってます。魚が健康にいいということで、世界中で魚を食べ始めたんで、余計に作る。前は外国で取れたのも日本にみんな結構来てたんですよ。だけど。外国自分の国で使うようになっちゃったからあまり来なくなっちゃったのもあるし、日本はもともと魚使ってたんだけど、やっぱり少なくなっちゃったんで、どうしても高くなっちゃうっていうのがある。他弟弟来了，这是他弟弟。哦。Oh. 林先生，おはようございます。はい。你好，你好。啊，弟です。はい、他都要我弟弟。ブラザー。我听说你们甥っ子です。OK， 他的他儿子。哦，快点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 ，本当に三人で入ってお願いします。台湾のテレビの。我喜欢台湾的。啊。真朋友。とても上手。台湾，他讲中文讲得很好。所以你们两个每天是。他孙子，你看哦，这是次郎的孙子，他儿子。所以。有拍到吗？二郎さんの孫なんですか。啊，次郎的孙子，很帅吧？哦，那你跟。你爸爸来选鱼几年了？2年多一点。今年23岁。然后他们两个真的是传说中，就是每天早上在这边才碰面。小野真一做了超过40年，爸爸是寿司之神，他们两代扛的是日本和食文化精髓。真一说。200年前武士时代，天皇不吃四只脚的肉，只能吃鱼，摄取足够的蛋白质。因此，到了今天，日本吃肉不过就百来年，但是四面环海的日本人吃鱼，却已经是国族不可切割的情感。你自己学习这么长一段时间哦，你学习寿司的技艺，你有没有碰过你的瓶颈？就是有一段时间，在什么样的环节，你觉得很难突破？后来是怎么样突破的？技術的に壁がやっぱぶつかるということは自分ができないということ。やはりこう考えて工夫して数をたくさんやるしかなかったですね。それとあと上手な人の真似をする。まず真似をする。なぜこの人は上手なのか。でとりあえず真似をしてみる。そうすれば。少し答えがこう出てくるんじゃないかと思っていつも上手な人の真似をして考えてました。上手な人から学ぶということですね。例えば私たちの仕事はそのアスリートと似ていると思うんですね。例えばアスリートは準備体操をしてそれからランニングをしてそれから自分の種目をやる。私たちの場合はまず仕入れに行ってそれから仕込みをしてその本番のお客様に備える。それを毎日同じことをコツ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 人の何倍もやっていくとアスリートがオリンピックに出たりプロの選手になったりというふうになるのと同じように他のお寿司屋さんよりもこう数をたくさんやっていい技術を学ぶと秀でて評価されるようになると思ってやっています。例えば野球の選手とかゴルフの選手でも
こうバッターでこうボールをたくさん打って考えながら打ってる人が人の何倍もやった人がやっぱりいい選手になると思うんですよ。だからお寿司の場合も同じようにいっぱいいっぱい人の何倍も考えながらですよ。ただやみくもにやってちゃダメなんですよ。ただやるだけじゃこう考えながら、つまりどうしたら美味しくなるだろうということをテーマにして考えながらたくさんやれば技術はおのずと進歩すると思います。一番難しい仕事だから、全部できて最後の仕事、何？職人になるための最後の仕事。こう糊は薄いんで、火力がすごく強いんです。手出すとすぐ分かると思うと、すぐ焦げちゃうんですよ。焦げちゃうと、糊の美味しさが苦くなっちゃって、美味しくなくなっちゃうんで、焦げないように。丁寧に焼くのがコツなんで難しい。这个韵律感是他自己琢磨出来的。こういうふうに入っちゃうとここだけしか焼けない。不能这样。でこういうふうに叩くようにしてとここまで焼けるから、そうしないとダメな。あのちょっと間違ってるのやってみて。間違ってるのこういうふうにとここだけしか焼けない。ここが焼けないから。だから。こういうふうにしちゃうとこっちだけだからこういうふうに叩くようにするとここまで焼ける。他用背常炭的原因是什么？火力が強くて炎が立たないで炎が出ない方がいいんだ。他每天烤的时候在想什么？今日はどういうふうにお客さんに対応しようかなとか、いい魚がうまくどのように使えるかなとか、あとはこのぐらいの時間だとお腹減ったなとかで、はい。ベリーホット。只有你的毛巾比他还烫一点。あちゃ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 。ここの指がこう白くなっちゃう感じ。如果你弄不好，那个指甲就白了。在这么远的地方，还是感觉非常非常烫。ここです。こんな遠くでも。他说你那么近也没用。こんな遠くでも暑いでしょ。他说你要不要近一点试试？これでこうやってやらないといけない。熱い。手が手がすごく熱い。这么的脆，这么的香，是不是要掌握？其实最难的，是要把这个海苔烤出刚刚好的那个脆度，是口感吧？应该不是在烤它的香味吧？そう、パリッとした食感と香り、香ばしさを出すため、海苔を選ぶ基準は六ポイントあるんですよ。まず味。香り、色、艶、薄さ、口どけ、6つポイント。はい、みんな、はい。大丈夫よ。はいはいはい。はい、みんな食べて。はい。好吃吗？もう一回。好吃吗？もう一回。听到这个声音吗？Just kidding。ものによるんで、まあ了解です。そうですね。这新鳗拿起来的动作，他们特别开放给看板屋的观众朋友可以看到，因为很滑溜，然后拿起来动作也需要很高的技巧，观众朋友可以看到。我用一个事后感想来形容给大家听，它的这个新鳗的寿司哦，入口的时候，它是整个新鳗跟那个米饭哦是同时化开在口里，你会感觉你整个从舌尖到口腔都是一个浓浓的香气，
然后它化开的瞬间速度非常快。它在拿这个新鳗的时候，其实它的成熟度呢，跟那个柔软度，大概跟我们在入口的时候已经非常接近了。如果这时候我们现在给您看一下，就是在板前捏这个新鳗寿司的手势，那你就可以看到，在板前的食客要开始品尝这个新鳗寿司之前，介绍的嘉文也跟大家提醒说，这个大家可以关注一下板前在捏的手势，因为它非常滑溜，要把它捏得紧实，其实需要很多年累积的技巧跟经验。那在这里回头我们再来看这个大弟子捞新鳗的过程，就可以完全的理解，要保持它这样子几乎是完全的完整，只有少少的一点点破口跟裂痕，是非常不容易的事。さばくときにちょっと包丁入れすぎると煮上がったときに割れちゃうので、そこを気をつけてます。身が割れないように。いい職人さん、まあ寿司職人だけじゃなくて、いろんな日本の大工でも漆職人でもいろんな職人さんがいる。10年経ってから、それからまだスタートだ。その間その準備の10年間というのは我慢がいかにできるか。我慢することを覚えるということがとても大切という。今台湾でも若者でも日本でも若者すぐ辞めてしまう。それは我慢ができないから。我慢ができないとその一つの仕事をこう極めることはなかなかできない。で技術的なことは我慢して毎日コツ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 積み重ねていけば後から自然と技はついてくる。技術的なことはついてきます。今天做玉子烧的小哥现在几年？6年目に入った。五年。喂，成功です。成功的啊，让我们也松了一口气，成功了。今日の出来栄えはどうですか？很好。今日は厚みも出て色もいい感じなので。最初の頃は一番しつこい脂の強いマグロから出てたの。私が東京に出てきて昭和29年ぐらいまでみんなそれでやってたの、昔の寿司屋は。だからそれやったらね、後のものがうまくなくなってくるわけでしょう。白身だとかイカだとかってそういうさらっとしたものが、だからその方がいいだろうと思ってだんだん変えていった。切り起こってね、私はこの仕事がすごく好きなんだから、だからやめろっていうか終わるっていうことがないんですよ。店に出てくれば仕事したくなる。自分では父のことを、世界一の寿司職人だと思っているわけです。そうすると毎日一緒にいるということは、とても世界一素晴らしい先生がいつも横にいて、とてもその恵まれていると思います。我再问一个问题，就是我看到这个炉子有点意外，就是烤蛋这个炉子非常非常的小，也就是说这不是改良不改良的问题，就是要用这样的小这样的炭这样的火来烤，是不是？比率はそんな変わらないですけど、エビの状態が変わるので、それを考えて火の火加減。卵焼きはまあ難しいのは難しいんですけれども、まずエビがほとんどなんです。卵は入ってるけれどもエビの量の方が多いです。そのエビも芝エビというエビで、あの握りで召し上がった車エビとは違う種類のエビです。その握りで食べた車エビっていうのはプリプリしてる、シコシコしてる、ちょっと硬いイメージのエビなんですけれども、卵焼きの芝エビっていうのは火を通しても硬くならなく柔らかい質のエビなんです。そうしないと色はあの車エビの方がいい色が出るんですけれども、芝エビを使わないと卵がああいうふんわり柔らかくできないんです。しっとりっていうか。で
あの卵焼き昔はもっと薄かったんだそうです。私がこの世界に入る前、うちの父が若い頃やってた頃はもっと薄い卵焼きだったんですよ。3分の1ぐらい。でもうちの父はそう厚焼きにした方が美味しくと感じたので、それも厚くして作ったわけです。で薄いからもっと今みたいにふんわりした感じはないんですよ。ふんわりしっとりしてる感じはないんで、ご飯と酢飯と合わせた時にふんわりしっとりしてる方が美味しく感じるんで厚くしたそうです。それはあの日本で使うお正月に使う伊達巻きっていうのがあるんですけど、そのイメージで伊達巻き風に伊達巻きをアレンジした感じかな。そういうふうな感じでやったっていうことらしい。最近やってないんで久しぶりやった。まな板も新品だし。フライパン火をかけて、はい、こう今手を振ってる意味は何でしょう。温度を確認してます。してますね、はい、ちょっと、はい、冷まして、ちょっと熱すぎた。熱すぎるとすぐ焦げちゃう。ちょうどいい温度をこうやって温めて。こうやって。不要请他学这个，光是学蒸蛋，不这么煎的烤，对，应该说烤。烤这个蛋要学多久？一年ぐらい毎日ちゃんとやらないと上手に焼けるようになります。そうですね、温度を静かに。他就快疯了。你可以看得出来哦，这个土地他很紧张。其实是经过一个小时，他现在要翻面。那我们进来的时候，他告诉我们说，今天有摄影机拍，所以他心情非常紧张。如果我拍到失败的，希望我们不要介意。他的紧张应该是反映出一种慎重啦，然后对于他自己所做的这个美食，每一个步骤都希望完美的心情，这个应该是。这个店的 DNA。哦，蚂蚁。好，现在是可以看他开始在准备要翻面。あの炊き込みご飯。あ、炊き込みご飯さ、あれチンした方がいいよね一回ね。あのねボウルに入れてる。ボウルに、はい。あ、さっき俺やってたやつ。はい。这个就是你在寿司之神的店里面可以吃得到的，非常独特。端上来大家都会惊呼一声，看起来像是我们印象里面长崎蛋糕那样的完美跟厚实的鱼子烧。也是大家在今天这集节目里面会看到，在十九贯的寿司里面最后的一道完美的句点。就像是，哎，成功です。成功的啊，让我们也松一口气，成功了。那个你做的，この卵焼きは食材じゃなくて、あの作品ですよね。あ、そうです。はい。毎日の作品です。毎日の。はい。今日の出来栄えはどうですか？今日は厚みも出て色もいい感じなので、80点くらいで。25点ぐらいじゃない？95まではいかない。颜色也很漂亮。中午的时候，是一轮，那它所供应的这个文蛤，你可以看到这个数量是非常新鲜，供应今天中午这个 turnover 一次，那这个文蛤的每个人一罐，这个数量文蛤寿司的数量。これはハマグリのおつゆを煮詰めたやつです。ハマグリを煮詰めた。あ、ハマグリのお出汁を味付けして煮詰めたやつ。あのアナゴの爪とはちょっと違う。慣れる理由はいっぱいあるんですけれども、例えば二郎さんの今やってきた仕事をいろいろ見るとわかると思うんですよね。例えば。今はどこでもエビは茹でて人肌のものを握っています。でもそれも二郎さんやり始めた。アワビをああいう形で煮るのも蒸し煮にするのも二郎さんがやり始めたこと。
あるいはこういう白身魚からずっとやるコースというのを始められたのも初めて二郎さんがやられた。あるいはタカを茹でてやはりその温かい状態出すのも二郎さんのやり始めたことだし、カツオを藁で炙って握りにするというのも二郎さんがやり始めた。それを皆さんみんな全て、今のお寿司屋さんの仕事となって定着していくと思うんですよね。今までは江戸前のあのアワビの煮方っていうのはみんな醤油で煮込んであって、それで甘い爪つけて出してたんですよ。でそれじゃアワビの香りも何にもないうまくないから、私はあれを蒸しアワビにして、で香りが残るようにしてあれって変えちゃった全部。同じことを考えながらコツコツ続けることだと思います。好吃吗？もう一回。好吃吗？もう一回。听到这个声音吗？こと自分の仕事の寿司ってことに関してはもっと進歩できるんじゃないか。もっとお世話だけのことをしてるんだったら難しくないんですよ。来た。成功です。成功了。啊，让我们松一口气，成功了。いい職人さん、寿司職人だけじゃなくて、いろんな日本の大工でも漆職人でもいろんな職人さんがいる。でみんな名人と言われてる人は10年からスタートだ。10年経ってからそれからまだスタートだ。それまでは準備の段階だ。阿哥，你吃一口。啊，好。やり方やりがいがあったっていうのは、まあ自分が変えてきたのがうまく当たってる時はみんないいですよね。发财之神胡不雄有曾经说过，就是吃到在克劳的海胆，不像在吃海胆，是像在吃海胆的 cream。だけどこういうカウンターの食事っていうのは、まず食べちゃって食べ終わってから話する分にはいいんですけど。あまり会話が弾んじゃって食べるのがおろそかになると、こう何のためにカウンターで食事してるかわからなくなる。就是以他为最高标准境界嘛，直到今天坐进来，我们才能够理解到说跟之前吃的相比是多么不一样，然后多么一个最高水准的境界这样。我最喜欢他的大腹，就是几乎是入口即化的。好好吃，很好吃，好好吃。明天早上提对耶。在您做了68年的这个工作里面啊，你认为最值得还有最高兴的是什么时候或者什么事情？私東京へ出てきて、で東京の店に勤めたんだけども、その頃の親方はこのお寿司っていうのはちょんまげの時代からずっともあるわけですよ。で今までみんなが研究して研究して研究してこれだけのものがある。だから今からもう新しいものっていうのはまず出ないだろうと言ってた。だけど私は独立して何種類ぐらいだろうね、新しいものを考え出して結構今出してます。だけどその出してるのはうちだけじゃなくて寿司屋さんがだんだんそういう形になっていく。今東京の江戸前の寿司屋が、だから自分がやってることは間違っていなかったなというふうには思ってます。
例えばアワビの蒸したのを、今までは江戸前 の, あのアワビの煮方っていうのはみんな醤油で煮込んじゃって、それで甘いつめつけて出してたんですよ。だそれじゃアワビの香りも何にもない、うまくないから、私はあれを蒸しアワビにして、で香りが残るようにして、あれ変えちゃった全部。だそういうのが当たった時はやっぱし、ああよかったなと思う。一番喜ばしいのはそういうの自分がやった時に当たった、その時はやっぱり自分がやっぱりああよかったな。你们从小看到爸爸做这么多复杂的工作，然后爸爸又像一座大山，可是你们还是继续的去爬这座山，为什么？弟の場合はまず子供小さい頃から、小学生の頃から寿司屋になりたいって言ってました。で、私の場合は本当は寿司屋にはなりたくなかったです。長男なんで。日本の場合、長男は家の仕事を継ぐということが伝統的なんですよね。それで、継ぐことになりました。所以就没有说什么爸爸的光环啊，或在光环之下的长子，对你来说到六十岁没有这个问题。やっぱり有名になりすぎちゃうと、父親が大きくなりすぎちゃうと、あと継ぐものとしてはちょっと大変だなっていうのはあります。でも。それは仕方のないことで、自分でできる限りのことをして、その名前に恥じぬようにやっていくば、やっていけばいいんじゃないかなっていうふうに思う。あんまりそのがんじがらめに、 お父さんがあんまりにも偉大だからってがんじがらめに考えないで、もうちょっとその広い視野でゆったりと考えてもいいんじゃないかなってこの頃は思うようになりました。一辈子做一个累积的工作，所以一定不是因为每一天都很快乐，然后让自己一直做下去。其实如果不是追求快乐，那是什么事情鼓励你可以一直一直的就做这么一件事？やっぱあの店を継いだから、親父親の名を汚さないようにするためということと、今はやっててお客さんがね、あの子はもう一つ食べたいって、二つ食べたい、全然違うっていうふうに言ってくれる、だそのとても美味しかったって言ってくれることはすごくその嬉しいし、そのなんていうかな、励みになりますね。うん、あもっと頑張ろうっていう意欲が出てきます。美味しいっていうのは世界共通だと思うんですよ。みんなどの国の人でも美味しいものは美味しい。だから例えば私が中国料理食べても、フランス料理食べても、イタリア料理食べても美味しいし、あなたがその日本料理食べても、フランス料理食べても、イタリア料理食べても美味しいものは美味しいと思う。で、美味しいものっていうのは一番簡単に人を幸せにできると思うんですよ。で、美味しいものっていうのはまた食べたいって思うのと、それから、自分の大切な人、つまり恋人でも奥さんでも兄弟でもお世話になった人でも、まあ大切な人に食べさせてあげたいなって思う、そういうものがやっぱり美味しいものの良さだと思うんですよね。それとか会社、まあお仕事してて面白くないことがあって、最初来た時はね、ちょっと面白くない顔してブツッとした顔してるんだけど、食べ終わった後はすごく元気になってにっこり笑って、あの美味しかったです、元気いただきました、私また頑張りますっていうふうに言って帰る人もいる。そういう時はやっぱとても嬉しいですね。はい、他说要毛笔还是用这个笔？用这个笔。はい、これで大丈夫です。これでいいの？はい。これでいいって言ったって、そうですかっていうわけにいかないの、これ。ねえ。筆の方が書きやすい。わかりました。じゃあ筆にしよう。筆にしよう。他用毛笔写、他比较好。他不太会写这种笔。日文就是努力。努力。加油加油。嗯。はい、ありがとう。怎么样才叫努力？最后这个。努力とは？志保さんにとって努力とは？努力？進歩。進歩ね。忍耐。忍耐。谢谢爷爷。